どうかな。ここは思い切りよくドカンと調合しちゃうべきだと思うんだけどな。お前にやった本をちゃんと読め。強大な力を放つ結晶体の取り扱いは慎重にと記してあっただろう。でもさ、その力を安定させるためには調合のタイミングを自分で制御して珍しくリラさんが優しく笑った。あー、違うんだよ。そういう笑い方もできるんだって意味だから。タオ、全然フォローになってねえぞ。そうだな。だから悪気は、そうだ、少し前からレントとリラさんで街道行ったり来たりしてるそうだけど、なんで？強引に話題を変えやがって。別に、なんでもねえよ。長旅の心得を実地で教わってるだけだ。長旅の心得。長旅？どこかに出かける予定でもあるの？まあ、ちょっとな。タオ、お前こそ最近やけに坊主と仲良くしてるって聞いてるぞ。仲良くっていうか、島を動かす仕掛けがあるだろ。あれの分かりやすい手引き書を二人で作ってるんだ。なんでまたそんなことを？またいつ家の古書の読み方が分からなくなる事態が起きてもいいように、いろいろ備えておこうと思って。確か今アンペルさんとも昔の言葉を翻訳するための辞書を作ってるんだよね。ああ、ちゃんとした解説って書くのが難しいんだ。文法とか普段は勘で読んでるところもあるから。うーん、うなりながらああでもないこうでもないと男二人で額を突き合わせているな。タオは多分そう受け的なあれがあるんだろうな。みんな忙しく動き回ってるんだね。そういうクラウディアもルベルトさんの仕事を手伝ってたじゃないか。村の会合で見かけたよ。まるで秘書みたいに横に立って聞かれたことにもテキパキ答えてさ、かっこよかったな。やめてよタオ君。お父さんの手伝いはしてるけど、まだ見習いってほどでもないんだから。クラウディアが最近ずっと一緒にいてくれるから親父さんも嬉しいんだろうな。声が弾んでるし。そうなんだ。でもそれはきっと私のことだけじゃなくて、私たち少し変わってきたね。こうして集まってはいるけど、それぞれやることができたっていうか、この先もっと変わっていくのかな。何クラウディア。ううん、何でも。そう？あ、アンペルさん、タオ、また島の地下に調合のための観察に行くから付き合ってね。ライザ、私もうすぐ。はあ、いよいよちょっと別れが迫ってきたのかな。でも前向きにお別れしたいね。アトリエに戻ったライザーたち、残された問題として島の動力の復活をどうするか、ライザーはもう一度空間島の地下構造体に調査に行くことにした。どうもこんにちは、アトリです。遅くなりましたね。ライザーのアトリエ、常闇の城と秘密の隠れ家、プレイ実況続きです。さあ、いよいよもう話としてもクライマックス的なところに行ってるんじゃないでしょうかね。あとは本当にこの島を救って終わりっていう、この状態に持っていくためには何をどう作ったらいい？どうだライザー、お前ならそろそろレシピをひらめくと思うんだが。そういうアンペルさんはどうなんだい？他力本願だな。アンペルさんも一緒に考えてよ。私よりずっとすごい錬金術師でしょ。いや、調合の理論を戦わせるのは楽しいが、実践の方はもうお前に任せて楽がしたい。おお、言うね。ずるいな、もう。この調合が成し遂げられるならもう私たちがいなくても大丈夫だろう。何か言った？アンペルさん。いや、何も。要はアンペルさんもリラさんも世界各地のそのフィルフサの異界に通じている門を封印する旅をまだまだ続けなきゃいけないからね。でもなんとなくつかめてきた気がするんだよね。こういう力が溢れてくる材料を使えば。思いつくことがあるなら片っ端からやってみろ。うん、そうか。何はともあれまず実行だね。材料を集めて作ってみるよ。そこも考えると
アンペルさんはこれをライザにやってほしいんだね。最後にこれをやってほしい、それを見守りたいってことか。ああ、どこに行く？なんだっけ、実際に実物を作ってみるためにライザはアトリエに戻ることにした。品質が120以上ある赤の奇跡を調合する。どこに行くのかね。は、赤の奇跡か。よし行くぞ。作り方は分かりました？大動力の集結と発露。120で足りる？調合しようか。どうしようかな、どこに入れるのさ。何を入れよう。あらららら、結構あるね。結構あるね。何をしようか。いいもの、できそうだよか。さあ、何を入れよう。何を入れるのかいいかな。いいもの、できそうだよか。120までいけないね。何を入れるのかいいかな。ちょっとこっちでブーストさせよう。これでいいか。よし、ちょうど120だね。ポッポッポッ。これでどうだ。うまくいくかな。どうぞ。できた。じゃじゃん。バッチリ。なんか上達してきた気がする。錬金レベルぐんぐん上がっていくな。77だぞ。できた。持ってるだけで力が伝わってくる感じ。これなら島の動力になるんじゃないかな。持って行ってみよう。はいはい。そしてライザは赤の奇跡を作り上げる。能力を確かめるため、ライザは空剣島の地下構造体に、あ、タオに届け。どこに行くの？行こうか。よし、できたよ。これなら動力に使えるんじゃない？おお、なるほど。確かにこいつは力を感じるな。見た目もここに使われているのと同じような感じではあるよね。じゃあ早速使ってみてよ。わかった。じゃあこいつを代わりにはめ込んでみよう。大丈夫かい？どうかな。よくはないね。あまり変わらないみたいだ。一旦元に戻そう。え、そんな。僕には錬金術はわからないけど、装置の具合を見る限りライザの石は今の力とほとんど同じくらいかな。はあ、もっとってことか。これだってひらめいた感じだったんだけど、また一から考え直しか。でも方向は間違ってないと思うんだよね。タオ、可能な限り装置の出力を上げてみろ。え、もういつ止まってもおかしくないくらい力が弱まってるのに。ライザが感覚をつかむ方がこの場合は重要だ。いいからやってくれ。はい。ライザ、せいぜい5つ数えるくらいだ。それ以上は持たせられないよ。いいよ、よろしく。さあ来い。行くよ。わわわわ。今までは燃え残りを探す感じだったけど、これなら炎のイメージが明確に見える。どうだライザ。見えた。弱り切った今じゃない。全開で動いてた昔を想像すればよかったんだよ。うまくいったってことでいいのかな。うん、待ってて。タオ、すぐに調合してくるから。おいおい、あまり焦るなよ。調合する材料が材料、道具が道具なんだ。わかってる。それじゃ行ってくるね。やれやれ、ライザちゃん天才だな。どこに行こうかな。で、もう一度挑戦するためライザはアトリエに戻って調合を行うことにした。シンクの奇跡を調合する。はあ、どこに行こうかな。必殺別にいいんだね。よし、いっ、あれシンク、あれあれ、レシピは、あ、なるほど、赤の奇跡から、赤の奇跡からってことか。ここまで持ってくるのか。女王の遺産は持ってるんだね。ここまで持ってくれ。何を入れるのかいいかな。じゃあ、適当に入れるか。作ればいいだけだから。いい感じか。何を入れるのかいいかな。いいもの、できそうだよか。材料ある？
生の続く愛子だっけ。何を入れよう。いいものできそうな予感。さあ何を入れよう。いいものあんまり手に入らないものだけど、しょうがない、この際だから。新しいものができちゃいそう。わお。さあどうだ。できた。できた。バッチリ。じゃじゃん。できた。私がイメージした通りのものが、前に作ったのとは全く違う。この溢れ出る力、間違いない。あの島の地下にもともとあったのはこれだ。今度こそ装置は昔の力を取り戻せる。はい。そして真空の奇跡を作り上げたライザ、今度こそと思いつつ、彼女はもう一度空間との地下構造体に向かうのだった。行ったり来たり。行くぜ。よーし。アンペルさん、タオ、できたよ。今度こそ本物が。これは前に持ってきたものとはまるで違うな。うん、錬金術ができない僕にもわかるよ。全く別物だって。うん、それじゃやってみよう。お前たちが今までやってきた全てがここにかかっているんだ。しくじるなよ。プレッシャーかけないでよ。タオ、準備はいい？いつでもいいよ。さあ、蘇って私たちのふるさと。お、動力が回復する。すごい勢いだ。数十年かろうじて装置を動かしてきた量をこの一瞬で超えた。潮流を見ながら水位は現状を維持したまま島の位置を元に戻す。よし、順調だ。島全体に力が行き渡っていくのが分かる。さあ仕上げだ。淡水化装置を動かすよ。地表への放水開始。地上に行ってみないとわからないけど、うまくいったはず。行って自分の目で見てこい、二人とも。自分たちの誇るべき成果ってやつを。うん、行こう、タオ。あ、待ってよ、ライダー。見事だ、錬金術師ライザ・リンシュタウト。自分の目で確かめてみろ。嬉しそうな顔してやがる。やったな、ライザ。うん、でも休んでる暇はないよ。まだやってない大事なことがあるからね。うん、オーレン族に水を返しに行かなきゃ。そうだな。よし、じゃあトレックの高台に向かうのかな。あ、いかに向かう。
真水を吹き出す噴水を見ながら、ライザは大連族に水を返すためもう一度異界に行かねばならないと考えていた。異界に行こう。どこに行くんだい？どこに行くんだい？よし、ここでいいかい？行くぞ。僕、新しい場所には興味あるけど、あそこだな。ここにはあんまり長居したくないな。ようやくことが丸く収まりそうになってきたね。あとは異界にあの玉を返すだけで万々歳になるのか。まあ、坊主、無事にキロさんのところにたどり着けたかな。あ、もう坊主来てんのか。俺が鍛えてやったんだぜ。大丈夫だって。ここに来るまでにも戦いの後はなかっただろ。ん？坊主がって何の話？ああ、ボースが一人でキロさんのとこまで五色器具を持っていくって話。俺たちより先に出発してんだよ。は？ボースが一緒に来ないのはおかしいと思ったけど。で、そもそもタオ、五色器具はあんたが。いや、それが持ってないんだよね。カバンの中は空っぽだったり。何考えてんのよ。大事な五色器具を一人で持っていかせるなんて。そうだよ、フィルスタは統率をなくしてチリチリになったけど、まだ危ない場所なんだよ。やらせてやれよ。あの古式秘具を自分一人で届けるってのがボスなりのけじめなんだ。だからって。あ、大丈夫だったみたいですね。遅かったな。あ、どうも。ケロッとした顔しちゃって。もう何が遅かったなよ。ようこそ、良き錬金術師ライザ、君を待ってた。どうも。うん、なんだか変な形になっちゃったけど、約束を果たしに来たよ。水源はこっちだ、ついてきてくれ。お、あ、それで何をする？なんてあっけない、ガラスの壺を割ったみたいな音。これを割るためだけに彼女らオーレン族は一体何百年。これは水の流れる音。あれを割るだけでよかったん？昔と同じ聖地の息吹を感じる。ああ、水さえ戻れば統率を失ったフィルスタも去り、全てはゆっくりと元の姿を取り戻すだろう。でかい仕事をまた一つ終えたな。洪水みたいにドバって水が溢れたらどうしようかと思ってたんだ。なんでそんな心配してんだよ。ここは飛び上がるところだろ。お前もだ、ボス。おい、引っ張るな。溢れさせていいんだよ、感じたまんまを。この聖地の水みたいにやったってね。そうだな、今くらいは。約束は果たされた。この込み上げるものがやったという気持ち。最後はいよいよ門の封印だな。この異界から出て入り江に向かうぞ。ということはキロさんとはここでお別れか。あれ、こう異界に来れなくなっちゃうのか。約束を果たされた。いずれ異界は元の姿を取り戻すだろうと確信した一行は門を封印するため異界を後にするのだった。ねえ、飛べる？どこに行くんだい？ここまで飛べる。よし、行くぞ。さあ、すべての仕上げだ。門の封印作業に入るぞ。はい。具体的にはどうするの？門の周囲に一定数とあるものを配置し直す。
繊細な調整が必要な、平たく言えば面倒な作業だ。は、本来はこの建物自体がその役割を持っていたはずだが、見ての通り湖の浸食で崩れてしまっている。それで人知れず門が動き出してしまっていたんですね。ところでそのとあるものって何？私たちにも分かるのかな？そこら辺に転がったり沈んだりしてるだろう。え、それってまさか。ああ、かのクリント王国が作り出した力を秘めた特別製の石材だ。さあお前たちにも手伝ってもらうぞ。石材を運ぶんだ。めんどくさい。僕もう力仕事はしたくないよ。なんてめんどくさい作業だ。あ、よし、これでこの門は完全に静的な状態となった。封印完了だ。静的な状態。こんな石材を配置しただけでいいの？石材が動いたらまた門が開くんじゃ。崩壊で即門が開いたのは、クリント王国の連中がすぐ再稼働できる状態で保存していたからだ。そういうこと。完全に停止させてしまえば、より複雑な工程を踏まない限りまず開くことはない。ボス、今さらだけどいいのか？そのキロさんのこと封印なんかしたらもう。彼女はこれからも聖地で他のオーレン族が帰ってくるのを待つと言っていた。何百年でもな、森と聖地の本当の名も教えてくれた。いつかきっと異界へ行く方法を見つけて尋ねるさ。そうか。みんなお疲れ様。これで本当に終わったね。そして異界の門を封印して全て終わらせたライダーたちはアトリエに戻ることにした。アトリエに戻りましょうか。あ、異界に行けなくなってる。これもう、これもエンディングまで行っちゃうのか。ところでこれから村は水をブルネン家に頼る必要がなくなるはずだが、どうなるんだ。うん、そこね。どうって大して変わらないんじゃないかな。モリツさんが前ほど強引に話を通せなくなるくらいで。しょげるのも最初だけで、どうせすぐ水以外の方法で盛り返すだろうさ。商売人としてはやり手だしな。私たちの命をかけた大冒険ってその程度の結果しか出ないものだったんだね。それがなんてことないものを守ったってことなんじゃないのか。かもしれないけどさ、せめてお母さんに怒られなくなる程度の報酬はあっていいんじゃないかな。また悲しそうな顔をしちゃう、ね、ああライザー。少し前お父さんが中央に出してた販路の申請が通ったって知らせが来たんだ。ふん、それが？お父さんのこの島での仕事が終わったから、私もうすぐ次の土地に行くの。クラウディアに先を越されたか。実は俺も武者修行の旅に出ようかと思ってんだ。私たちもそろそろな。ああ、次の遺跡探索に立つ頃合いだ。僕もボスから一緒に王都に留学しないかって誘われてて受けようかと思ってる。みんながここから。ライザ、ごめんね、言い出す機会がなかなか見つけられなくて。謝ることでもないだろう。クラウディアの場合、自分の意思で決められることでもないだろうしな。私たちの方は門の封印も終わったし、どうせそのうちふらりと出ていくつもりだった。俺も今がそのタイミングな気がしてよ。タオはともかく
ボスの方はよくわかんねえけど。クリント王国の研究をするつもりなんだってさ。僕らは準備もあるし、もうしばらくいるけどね。そっか。お別れパーティーしないとね。ライザ、私、私たちじゃ豪勢にとはいかないかな。そうだ、あちこち意見を聞きに行ってみよう。ついに来てしまったか。ライザーはお別れパーティーをすることにする。そのため各所に様子を見に行くことにしたのだった。あ、いろいろ回ってみようか。よし、ライザ、友達とのお別れ会に行くのかい？うん。あ、今から農作業の手伝いとかはやめてよ。いや、そうじゃなくて、うん。何、お父さん変な顔でうなっちゃったりして。泣いちゃダメだよって励まそうとしてるんだよ。お前が何でもないふりしてるからさ。あるわけないでしょ。やだな、もう。強がったって私たちには隠せないよ。お前の親なんだから。うん、泣かないよ、大丈夫。ありがとう、お父さん、お母さん。楽しんでおいで。どこにも行かない私たちが帰りを待っているから。お別れ会が無礼講だからって錬金術師さんにご迷惑かけるんじゃないよ。もう分かってるってば。どこに行くの？あー、お別れが近づいてくる。よし、行くぞ。お客人だけでなく悪ガキどもまでほとんどいなくなるか。お前も寂しくなるな、ライザ。別に私は寂しくなんか。結構あるかもね。でも。お待たせ。この手の手続きってなんであんなにややこしいんだろう。たかが試験の申し込み程度でさ。タオが王都へ、しかもボースと一緒に留学とはな。半年前の私が聞いたら笑い飛ばしていただろう。行くって決めただけで、まだ行けるとは決まってないけどね。特別待遇が受けられるよ。試験を頑張るよ。クリント王国の文字をスラスラ読めるんだし、もう合格は決まりよ。前祝いにパーッと行きましょう。ねえ、どこに行くんだい？次はバレンツに行くのかな。行くぞ。君には娘が本当に世話になった。もちろん私もだ。こちらこそ。ゴム栓作ってやったしな。村に認めてもらえる助力をしてもらってありがとうございました。できれば旅の空の元にある娘とはずっと友達でいてあげてくれ。もちろんです。私たちは一度待たせている妻のところに帰るつもりだ。あの子のフルートを聴かせるために。はい、クラウディアはきっとルベルトさんとまた旅に出ると思いますよ。私わかるんです。そっか、信じさせてもらおう。錬金術師ライザリン・シュタウト君。ライザ、準備できたよ。行こう。うん、それじゃ失礼します。どこに行くんだ？さて次はどこに行こうか。よし、港行くぞ。どこに行くか調べない。なあ、あの地震からこっちすっかり量も元通りさ。
まさかあれも錬金術の仕業とか言わないよな。まあ困ったことがあったら今度からはライザに直接言ってくれ。リラ、行こう。ああ、それじゃあな。またね、お姉ちゃん。仲良くなっとる。もう魚も湖に戻ってきたのかな。ああ、生き物ってのは単純なもんだ。都合のいい環境になればいくらでもやってくる。どうやら後始末も全て終わりだな。じゃあ行こうか。あとは、ブルネンテイか。うん、オッケー。どこに行くのかね。よし、行くぞ。よし、今日はここまで。この程度でへばるなよ。お前には俺の留守を預かる責任があるんだ。ずいぶんと熱心だね。荒事が向いてなくても最低限使える程度に鍛えないと父さんの護衛も務まらんからな。モリッツさんはあれから元気？ああ、ただ威張ってたわけじゃないことを自分の働きで示せと言ったら急に元気になった。あの人も働き者なのは間違いないからね。で、お別れパーティー来るでしょ？来ないなら俺が引きずっていくとレントに脅されたからな。うんうん、素直で結構。よし、どこに行こうかな。じゃあ、アトリエに戻るか。レントと会わなかったな、そういえば。まあ、いっか。あれ、なんか違うのが始まったな。 うん、クリント王国の言葉を読めるようになって家にあった古書を読破しつつあるよ。悪魔の踏み越えて地平に輝いたピニオール聖徒の頂きに立ったぜ。ありがとう。お父さんの目でフルートを演奏することができるようになったよ。うんうん、やすごい錬金術師になれたかな。なったぜ。なったよ。なったね。おった。そうね。うんうん、はいはい、そうだね。みんなでやったから。あ、これはあれか。普通に。うん、お、そうだね。うんうん、一体何だったんだ。あ、あれ、まだまだだ。まだだった。ちょっと待って、やっぱレントに会いに行かなきゃダメか。レントに会いに行ってくるわ。確かレントの家がここだったもんな。やっぱなんかあったな。こいつが武者修行に行くとか言ってるが、アイザー、お前がそそのかしたのか。なんだよその言い方は。うんうん、私もレントから聞いて驚いちゃってさ。レントが自分で決めたんだよ。自分で？あのピーピー泣くだけだったガキがな。親父みたいにってのは気に食わねえけど、あちこち渡り歩くのも面白そうだからな。一発の口を叩きやがる。ま、お前の人生だ。お前の好きにするがいいさ。ああ、目一杯好きにさせてもらうぜ。気が向いたらたまには顔くらい出してやるよ。さっさと行っちまえ。ねえ、よし、どこに行くんだい。ちょっとじゃあ一回家で寝てくるわ。よし、行くぞ。よし、休んじゃおう。おう、どこに行く。さてと、じゃあアトリエに戻るかな。
特別ゲストのボース君、我がライザのアトリエのご感想は？そっか、初めてか。入んだ。お前にしては上出来だな。へへ。わらら、とく口の悪さは全然治らないんだから。まあとにかくお披露目も終わったところで、旅立つみんなの明るい未来を祈るお別れパーティーを開催したいと思います。イエーイ。そしてあれだな、ライザがこれからどうなるかっていうのが、そういえばあれなんだろうな、俺たちのことばかり話しちまって聞きそびれてたんだけどよ、うん、ん？何？ライザ、お前はこの後どうするんだ？島には残るつもりなんだよな。ああ、それなら目標はもう立ててるよ。この島に居残る錬金術師としてね。おお、聞かせてくれ。まずは数百年後の動力切れを見据えてそれを解決する。ほほほほほ。次に淡水化装置の新開発とか普及とか、それも解決する。それで浮いたままの不安定な島の地形もなんか解決する。どう？ざっくり解決。具体的な方法は何も考えてないんだろうな。これからよ、これから。まあね、それを見つけるのもこれからの目標。もし全部が早めに片付いたら島を出るかも。逆に片付かなかったらずっと島にいるだろうね。まず島のなんてことない日々を守ってからでないと。でもライザならなんとかしそうな気はする。しそうというよりやりかねないだな。こら、そこ余計なチャチャを入れない。大丈夫、ライザならきっとすぐに全部片付けて島を飛び出ることになるよ。私分かってるんだ。それで一緒に旅をしよう。お父さんも歓迎してくれるだろうし、なんなら二人旅でも。そっか。それもいいね。でレントを捕まえてアンペルさんとリラさんも見つけて、オートでタオとボースをさらって、もう一回今みたいにこうやって騒ごう。捕まえるってどうやってだよ。ってなんとかしちまうんだろうな、ライザなら。僕今からその光景が浮かんじゃったよ。これこそやりかねないってやつだ。その時に暇なら付き合ってやってもいいぞ。暇じゃなければ来た全員に手伝ってもらうがな。もしずっとお互いがすれ違っちゃったら、ここに立ち寄ってみてもいいかな？いつでもどうぞ。ここはライザのアトリエ、私たちみんなの秘密の隠れ家なんだから。空剣島っていうなんてことない島の、ラーゼンボーデンっていうなんてことない村。そこで結構すごいと自認する私は暮らしている。なんてことない日々を守ろうと奮闘しながら。私はライザ・リンシュタウト、通称はライザ。なんてことない農家の娘で錬金術師。そんな私は今日も今日とてアトリエでの出会いで得たものと錬金術で学んだことを
胸に抱く。この退屈でなんてことない光景に秘められた、どこにでもある痛快で素晴らしい一日をまた始める。青くて深い夏の空を遥かに遠く仰ぎ見ながら、終わったのか、そうか、あーちょっと最後目がうるうるしちゃったなあ。いいね、いや本当、いや好きだわうん、ストーリー好きだわこれ。よかったな。やっぱこう最初の頃からなんだろう、あ、いずれこの悪ガキたちはもう近い将来道をこう分かつというか、もう別れが最初から見えてるこの冒険っていうのがやっぱりあった、とか感じてたから、やっぱりこう最終的にね、それぞれやりたいことを見つけて自分の道を見つけて、最後はこう前向きに分かれていくっていうのが分かってたけど、なんかそういうちょっとした切なさとか、その新しいものを見つけたいっていうそのワクワクとか、なんかこうね、若さっていう言葉で一言で片付けるのもあれだけども、なんか青春って感じだったなっていうのはあるし、やっぱそのちょっとした冒険の中でもそれぞれ見たものとか出会ったものとか、ね、そういったものに影響されながらちょっとずつ成長していって、最後は自分たちで自分たちの守りたいものを守りきるっていうところまでいった、ね、いや本当によくできたシナリオだったなっていうのは思う。なんかこう今までのアトリエシリーズ、もちろんあのストーリーにこだわってる作品もあったけども、まあ僕自身そんなにこう多分半分もアトリエシリーズはやってないから、こういうこと言うのもあれだけども、やっぱりこだわってるのは分かるで、そのストーリーもちろんそうだし、そのシステム面とかそういったものをちゃんと一つの作品にまとめ上げてる、この一つのねライザのアトリエっていうゲームにまとめ上げてるっていうのが本当にすごいなっていうのはね、やっぱ感じるかな、少しずつ世界が広がっていって、少しずつできることが増えていってっていうのと、そのストーリーの進行度合いっていうのがすごいマッチしてるから、なんかこう無理なく進められるっていうのがやっぱり一番強く感じたかな、やっぱね面白い、もう本当に一言で面白いって感じましたね、まあもちろんこれで終わりじゃなくて、まだやり込み要素って言えばまだまだいっぱいあるんだけども、それはまあどうしようかな、やるかなやるかな、どうしようかな、ルルアのアトリエを前回これはやったんだけども、まあトロフィーコンプリートまでやりたいなっていうのが正直なところ。ここからまあいくつかあるのかな、
多分今半分ぐらいトロフィーを取ってるから、ここからちょっとやり込み要素的なトロフィーも取っていって、最終的に 100% まで持っていけたらなっていうのはあるかな。なんかこうこのライザのアトリエっていうのがこうなんでしょう、有名になったじゃないけども話題になったのが、やっぱりこのライザちゃんのさ、ビジュアルの面ですごく最初すごい発売前に話題になったし、なんかそれきっかけで始めた人っていうのが多いのかな、分かんないけども、でも本当に多分やプレイした人は、あ、これよくできたゲームだなっていうのはちゃんと思えるぐらい、ビジュアルだけじゃないっていうのはある。エンディングでもなんか言いたいことを言い切れないぐらいいろんなことが詰まって、僕の中でね、いいゲームでした。それじゃあエンディングをどうぞ。はい、というわけでライザのアトリエ、常闇の女王と秘密の隠れ家プレイ実況、今回で一応の一区切りとして最終回とさせていただきます。でまあちょっとやり込み要素的なところもねやっていきたいんで、動画もね出したいなと思いますので、その辺もよろしくお願いします。というかこれあれなんだね、なんか珍しいなと思うんだけど、マルチエンディングじゃないよねこれ。多分このストーリーの流れだと多分これしか多分エンディングはないのかな、わかんないけど、もしかしたら何か条件を満たせば何かあるのかもしれないけどね。でもいやー本当に面白かったです。またアトリエシリーズね、次回作が出たらまあやりますまあやります。いやーこれでもう一層ファンになってしまったな、アトリエシリーズな。はい、というわけでまた次のゲーム実況でお会いしましょう。それじゃあまた次回。バイバイ。